こんにちは。心理カウンセラーの高堀です。カウンセリングを受けていると、以前よりかえって悩むようになってしまいましたっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。で、これは一見悪くなったように思うかもしれません。でも、悩むっていうのは必ずしも悪いことではないんですね。このようにおっしゃる方の大半は、そもそも悩むことができなかったっていうふうが正しいです。じゃあ悩まずにどうしてるかって言いますと、何か辛いこと、嫌なことがあると、バーッとその気分を変えてしまうような何かっていうことにすぐに飛びついていたんですね。それが過食の形をとったり、何か趣味に没頭するとか、とにかく尋常じゃない感じで何かに打ち込む、やるっていう形で吹っ飛ばすということが起きていて、これは決していい状態ではないんですね。ものによっては大変お金がかかったり、身体的に負担がかかったり、害があったりということがあります。それよりは自分にとっての辛い状態ということをしっかり心に留めて悩めるっていう方がある種心の力がついてるんですね。苦痛に耐える力が上がっているからこそ悩めてるっていうところがあるんです。もちろん最終的にはこの悩みもほぐれて楽になっていくっていうのがいいんですけども、悩む以前っていうのは苦痛がないわけじゃないです。ただ苦痛を吹っ飛ばしてるだけだったんですね。その苦痛をしっかり感じられるようになった、向き合うように自然になれたというのは、これは心の回復の第一歩だと思います。こういった内容をいろいろお知りになりたい方はカウンセラー高群でよろしければ検索してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。